いきなりですが、西武ライオンズの山川二日選手が書類送検されました。疑いは、東京都内のホテルで知人女性に対して強制性交と、警視庁が捜査を進めているとのことです。山川選手は昨シーズンパリーグのホームランと打点の2冠を達成し、侍ジャパンのメンバーとして WBC で優勝に貢献した選手。しかし、今回の事件で出場センス登録は抹消されています。さて、私の意見ですが、まずは事実関係が確定するまで一倍に山川選手を犯罪者扱いするのは避けたい。ただ、もし疑いが事実であれば、彼の こ声行為は許されるものではありません。センスとしての地位や影響力を考慮すべきですし、ファンやチームに対しても責任を果たさなければなりません。また、この事件がスポーツ界全体に与える影響も無視できません。選手たちは模範となるべき立場であることを忘れず、自分たちの行動がどれだけ影響を与えるかを常に意識してほしいと思います。最後に、被害者の女性に対しても心からの支援と励ましを送りたい。彼女の勇気ある行動が今後のスポーツ界や社会全体にポジティブな変化をもたらすことを願っています。